皆さんこんばんは。今日も福音喫茶を始めていきたいと思います。教会福音賛美歌の48番、 All give thanks、 神様に感謝を捧げていきましょう。感謝の心で主イエスに歌おう。賛美の歌声主イエスに捧げよう。感謝の心で主イエスに歌おう。賛美の歌声主イエスに捧げよう。主は素晴らしい素晴らしい、主イエスを讃えよう。主は素晴らしい素晴らしい、主イエスを讃えよう。感謝の心で主イエスに歌おう。賛美の歌声主イエスに捧げよう。感謝の心で主イエスに歌おう。賛美の歌声主イエスに捧げよう。主は素晴らしい素晴らしい、主イエスを讃え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 よう。愛を示されたイエス様に出会い、すべてが変わった。私はあなたに何を思って感謝をさらばせばいいのだろう。真昼のように輝きながらあなたの愛を伝えたい。イエス様のように輝き続ける、世の光にしてください。命をかけて愛を示されたイエス様に出会い、すべてが変わった。私はあなたに何を思って、感謝を表せばいいのだろう。真昼のように輝きながらあなたの愛を伝えたい。イエス様のように輝き続ける、世の光にしてください。真昼のように、真昼のように輝きながらあなたの愛を伝えたい。イエス様のように輝き続ける、世の光にしてください。
ご紹介した本、絵本がありますが、僕キツネ、あ、僕モグラキツネ馬という本があるんですけども、その中のやり取りの中で一番 無駄な時間って何でしょうかというやり取りがあるんですが、それは人と自分を比べることですよという、そういう問いと答えが出てきます。一番無駄な時間を私たちは過ごすことが多いかもしれません。人と自分を比べてばかりかもしれませんが、そんな中でこの歌を一緒に歌っていけたらと思っております。人と自分を比べてばかり、今の自分に自信なくても、主は君をどんな時も必要とされている。イエスを愛する仲間として、どんな時でも思い出そう。主の皆で励まし合える、友達がいることを、共に主の愛を分かち合うため、イエスは君を選ばれた。君にしか届けられない人々が待っている。共に主の愛を分かち合うため、イエスは君を愛された。主が命を注がれた君だから素晴らしい。人と自分を比べてばかり、今の自分に自信なくても、主は君をどんな時も必要とされている。イエスを愛する仲間として、どんな時でも思い出そう。主の皆で励まし合える、友達がいることを、共に主の愛を分かち合うため、イエスは君を選ばれた。君にしか届けられない人々が待っている。共に主の愛を分かち合うため、イエスは君を愛された。主が命を注がれた君だから素晴らしい。共に主の愛を分かち合うために、イエスは君を選ばれた。君にしか届けられない人々が待っている。共に主の愛を分かち合うため、イエスは君を愛された。主が命を注がれた君だから素晴らしい。君だから素晴らしい。
叫べ全地を歌っていきましょう。それぞれの季節を生きておりますけれども、時が来ると実を結ぶ人生、そして良い実を結ぶ人生を備えてくださり、私たちのこの人生が無駄ではなかったと、そのことに神様に心から感謝を捧げることができますように、主は私たちの一度しかない人生をなおなお助けて導いてくださり、何が一番大切なことか、何がとても大切なことか、そのことを聖書から見分けて、そしてそれを選び取っていくことができる力を与えてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書を口ずさみますと何が起こるでしょうか。とっても素敵なことが起こると聖書が約束しています。旧約聖書の詩編150編までありますけれども、その一番最初にこんな、御言葉が、聖書の言葉が出てきます。神様の約束です。主の教え、聖書のことですけれども、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、思い巡らす人、その人は流れのほとりに植えられた木。神様がその人を流れのほとりに植えてくださる、そのようなイメージです。そして時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄えると、その人の将来が約束されております。これだけは覚えておきたい聖書の言葉100、人生の旅を聖書とともに順番に覚えておりますけれども、振り返ってみたいと思います。まず最初の言葉は創世記の一章一節、旧約聖書の一番最初の聖書の最初のページに書かれている一番最初の言葉です。はじめに神が天と地を創造されたと記されていきます。すべてのものが進化したわけではなくて、偶然に存在しているわけではなくて、デザイナーである、メーカーさんである神様がいらっしゃる。そして天と地とその中にあるすべてのものを、太陽を、月、星を、青空を、大空を、雲を、そしてこの大地を、そして山や川を、動物を、植物を、そして私たち人間を創造された神様がおられますよと聖書は語っています。あなたは偶然に生まれてきたわけではなくて、神様が素敵な特別な目的と計画を持ってあなたを存在へと招かれたと聖書は語ります。そして天地を作られる前から神様おられました。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。言葉というところにイエス様のお名前を入れると、当てはまっていきます。はじめにイエス様があった、イエス様は神、父なる神様と共にあった、イエス様は神であった、そのように聖書が語っております。そして神の言葉であるイエス様は、今から2023年ほど前、言葉は人となって人間となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネの福音書1章14節はそのように語ります。そしてヨハネ3章16節、聖書の中の聖書と言われます。ダイヤモンドにも例えられます。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに、ようあなたを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、一人として永遠の苦しみに至ることなく、永遠の命、永遠の喜び、いわゆる天のふるさとに行くことができる、その命、死に打ち勝つ、死が終わりではない命を持つためである。今日曜日の朝の礼拝式、また夕礼拝ではローマ人への手紙を読み始めていますが、3章23節にこんな言葉が出てきます。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、ローマ3章23節の言葉です。そして6章23節はこう語ります。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。永遠の命は神様からの贈り物、ギフト、プレゼントですよと言われております。神様が全部代金を支払ってくださって、差し出してくださっていますから、ありがとうございますと言って受け取るだけで誰でも手にすることができる永遠の命です。ローマ人の手紙5章8節は特別な御言葉でしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、全くふさわしくない、受け入れがたい、愛しがたい、許しがたい、そういう罪人であったとき、神様の敵であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと
と言われます。ひどい言葉を浴びせかける私たち、またイエス様を殺そうとして十字架につけてしまうような私たち、そのような時にイエス様はそんな罪人の私たちのために死んでくださった。身代わりに神様の罰を、私たちが受けなければならなかったその罰を全部身代わりに受けて死なれたと聖書は語っています。そのような身代わりの十字架を通して私たちの罪の借金が全部支払われて、永遠の命の代金が全て支払われております。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じれたら、あなたは救われるからです。そのように聖書は語ります。神様が全部代金を支払ってくださっていますので、ただありがとうございますと言ってイエス様を信じます、そしてイエス様を私の神様として救い主として信じますと口で告白して、心で信じて救われると言われております。大切なことですから、ローマの手紙10章10節はそのことを繰り返します。人は心に信じて義と認められる、口で告白して救われる、良い行いをすれば救われるということではないということですね。あのモーセの10回でさえ救われた人に対してあれが語られています。10回を守れば救われるということではなくて、救われたからこそ10回が与えられました。何か一生懸命頑張って良いことをしなければ救われないとすれば、誰も救われないことになります。みんなどんなに頑張っても努力してもふさわしい人間にはなれませんし、完璧な人間になることはできません。でも完璧じゃなくてもいいんだということなんです。今のままで、どうしようもない私のままで、それでも信じるだけで義と認められる、全ての罪が許される、口でイエス様を信じますと告白して救いを受けることができると聖書は語っています。聖書は66巻の図書館のような本ですけれども、聖書は全て神の霊感によるものです。教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。分かりやすく言えば、ありとあらゆる人生の場面でその時必要な助けが語られてくる、そういう本当にかゆいところに手が届く、一番頼りになる、一番信頼できる神様の言葉ですよと言われております。この御教えの書、聖書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることに反映し、その時あなたは栄えるからである。ヨシア記1章8節の御言葉です。先ほどの詩編の1編とまた23編ととても似てきています。詩編119編11節、イロハ歌の中の一つですけれども、私はあなたの御言葉を、聖書の言葉を心に蓄えます、あなたの前に罪あるものとならないためにと言われます。申命記 6-6、 私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。 6-7、 これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も起きる時も、これを彼らに語りなさい。神の言葉は生きています。力があります。諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。ヘブルの4章12節。同じくヘブルの4章16節。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助け、その時必要な助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。助けてという言葉は一番勇気のある勇敢な言葉だと言われます。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。ワンピースというアニメーションの中に、漫画の中にですね、ウソップという人物が出てくるんですけど、
彼がですね百発百中の、腕前を持っていたりするんですけども、祈りの中で神の御心に従って願うならば、その祈りは百発百中 100% 聞かれるということがここに約束されています。御心にかなう祈りは必ず 100% 聞かれるんだというのがこの約束です。その確信です。そうであるならば、私たちが願うことは何でも御心にかなっているならば、神様が 100% 聞いてくださる、百発百中なんだ、空を打つような検討しなくてもいいんだということが分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。先取りして感謝を捧げることもできます。例えば、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという約束があります。あなたを通してあなたとあなたの家族が救われることは御心です。明らかに御心です。これは願い続けていくなら、必ず近いうちに神様がそのことを、出来事にしてくださる、 100% 祈りに応えてくださると思います。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。ヨハネの手紙第1、5章12節。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節。続く2節は、私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。3節。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。天のふるさとに、私がいるところにあなた方もいるようにするためです。実にあなたの居場所が天国にありますよとイエス様は約束しておられます。そしてイエス様の自己紹介、いくつかの自己紹介がありますが、これはとても大切なイエス様ご自身を表す自己紹介です。私が道であり真理であり命なのです。この世には私こそキリストだ、私こそメシアだ、私こそ救い主だという人がたくさんいますけれども、イエス様だけが本物であります。イエス様が道であり真理であり命です。イエス様を通してなければ、誰も父の身元に、天のふるさとに、天国に行くことはできません。同じヨハネ福音書14章27節。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がしてはなりません。ひるんでは恐れてはなりません。志の堅固なものを、あなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。イザヤ書26章3節。イザヤ書53章5節はこう語ります。しかし彼は、彼というところにイエス様の名前が入っていきます。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。続く6節。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たち全ての者の咎を罪なき神の一人子主イエス・キリストに負わせた。そう読んでいくことができます。そしてペテロの手紙第1、1章3節。十字架で死なれ、お墓に葬られた方、そのお墓がおしまいである方ではありませんでした。私たちの主イエス・キリストの父である神がおめたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から墓の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。感謝しつつ主の門に、賛美しつつそのお庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。詩篇100編の4節5節の御言葉です。聖書の一番最後に
ヨハネの黙示録という書物がありますが、その4章11節、主よ私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方、あなたが万物を天地万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべて、生活に必要なものすべて、それに加えて与えられます。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。ローマ人の手紙8章28節、これも御心です。神様はすべてのことを働かして私たちに益となるように、マイナスをプラスに変えてくださる、悪いことを良いことのために良いことに変えてくださる、そのようなことが御心であります。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、神様はあなたにも人生の計画を持っておられます。それは災いではなく平安を与える計画です。生まれてきてよかったなって思えるような、あ、ここにいていいんだ、私のようなものがここにいていいんだ、その平安です。そしてあなた方に将来と希望を与えるためのものだ。絶望しかない、希望がない人生に将来と希望を与えてください。これから先生きていっても何も良いことがないかもしれないではなくて、もう少し生きていくならば、出口の見えないトンネルでなくて必ず出口が出てきて、そして希望の光が、朝日が昇ってくる、将来と希望が備えられていると言われます。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。罪の許しと人と人との この交わりというのはとても関連があります。何よりも神様とのその関係が罪の許しに深く関わっています。もし私たちが神様の光の方に出ていく、照らされて罪が全部バレますけれども、明らかにされますが、それと同時に照らされると同時に、あなたの罪は許されましたよというその罪の許しが備えられます。その太陽の光のようです。光に当たると同時に殺菌作用のようなものがありまして、バイ菌とか罪が全部きれいになっていきます。御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。そしてもし私たちが自分の罪を告白するなら、はい、確かに私はそんな嘘をつきました、確かに私は悪いことをしましたと認めて、それを言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許してくださいます。どんな罪でも許してくださいます。そして私たちを全ての不義から清めてくださるという完全な許しが備えられております。ヨハネの手紙第1章9節、詩編の後に、旧約聖書の詩編の後に箴言という言葉もあり、書物もありますが、31章までありますから、1日1章を読んでいる方も多いかもしれません。3章15節6節にこんな言葉があります。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。コリント人への手紙第1、10章13節はこのように語ります。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道、出口も備えてくださいます。詩編55編22節、あなたの重荷を主に委ねよう、主があなたを支えてくださる、主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。これも神様の約束です。ペテロの手紙第15章7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神様にお話ししてですね、神様これ何とかしてくださいと任せていく、神があなたのことを心配してくださるからです。
歴代史第7章14節はこんなことも語ります。私の名で呼ばれている私の民が自らへりくだり祈りを捧げ、私の顔を下に求めてその悪の道から立ち返るなら、向きを変えるなら、私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒す。ローマ人の手紙やがて12章1節はこんなことを語ります。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めます。お願いします。命令ではありません。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。続く2節、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。12章11節はこう語ります。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。12節はこう語ります。望みを抱いて喜び、苦難に耐えひたすら祈りなさい。12章18節はこう語ります。自分に関することについてはできる限り全ての人と平和を保ちなさい。コリント人の手紙第2、9の7、一人一人いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。ヘブルの手紙10章25節、ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。箴言1章7節、主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を蔑む。15章1節、箴言、柔らかな答えは憤りを鎮め、激しい言葉は怒りを煽る。エペソビテの手紙5章18節、また葡萄酒によってはいけません。アルコールによってはいけません。そこには放蕩があるからです。本当の幸せがないからです。むしろお酒ではなくて御霊に、聖霊に満たされなさい。そこにこそ本当の幸せが、喜びが、平安があります。エペソビテの手紙5章19節、詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。エペソ5章20節、いつでも全てのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。5章21節、キリストを恐れて互いに従い合いなさい。ガラテヤ人への手紙5章22節から23節、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、理性です。このようなものに反対する律法はありません。イエス様を心の真ん中にお迎えし、聖霊に満たしてください。いつも聖霊で私の心を収めてください、守ってください、導いてくださいと祈り続けていくと、自然に神様が、聖霊なる神様が、このような素敵な実を結ばしてくださいます。詩篇118編の24節、これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼう。毎日が神様が作られた良い日です。そしてピリピンの手紙4章4節、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。4章5節、あなた方の寛容な心が全ての人に知られるようにしなさい。主はイエス様は近いのです。苦しむ時、そこにある助けとしてすぐそこにあなたの内側にいてくださいます。ピリピ4章6節、何も思い忘れはないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。4章7節、そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。はい、今日はその64です。
その64、新約聖書の後ろの方にヤコブの手紙という書物があります。ヤコブの手紙の1章ですね、1章の2節、せっかくですから聖書をお持ちの方はヘブル人への手紙のすぐ後にヤコブの手紙が出てきますが、5章までしかない短い手紙です。ペテロの手紙の前にあります。実は宗教改革者のマルチン・ルターさんはですね、このヤコブの手紙を藁の手紙と言ってですね、本当に価値がないというふうに言ってしまったことがありますが、それは言い過ぎていたかと思います。ヤコブの手紙はとても有益なことを語っております。ヤコブの手紙1章2節、私の兄弟たちという親しい呼びかけが出てきます。一節を見ていただきますと、差出人ヤコブと、そしてこの手紙が宛先がどこにあるのか、誰に向かって書かれているのか、そのことが記されています。神と主イエス・キリストのしもべヤコブ、これが手紙の差出人ですね。神と主イエス・キリストのしもべヤコブ、パウロと同じようにイエス様のしもべ、イエス様の奴隷であるヤコブが離散している十二部族に挨拶を送りますと記されています。離散というのは、強制的に海外に散らされている人たちのことです。今ウクライナの地から本当にそういう人が多くいます。今風の言葉で言うと難民です。1ヶ月に100万人単位の人がウクライナからその国境を越えて海外に出ています。200万以上の人たちが今世界各国に難民となって離散、ちりちりバラバラになって、家族もバラバラになったり、ふるさと、またそのおじいちゃんおばあちゃんお母さんお父さんと離れてちりちりになっている人たち、離散している、ディアスポラとも言われます。海外に駐在している日本人とかですね、そういう人たちも離散の民でしょう。あるいは福島の原発もそうですよね。原発周辺の教会のメンバーとか人たちはもうそこから強制的に退去ですよ。立派な建物が建ったばっかりなのにそこを離散しなきゃいけないという中で、その建物が残されたりしておりますが、離散している住人部族に挨拶を送ります。さまざまな諸事情で、おそらくこの時には迫害があったと思われます。迫害があってじりじりバラバラになって海外に難民となって逃れていた、住んでいるところに留まり続ければ命が危ないという状況の中で、とにかく命からがら着の身着のまま逃げていくという中で、海外に散らされた人たちにこれが送られています。ですから本当に住み慣れたところを遠く離れて、しかもたくさんいろんなものを集めていたと思いますよ。でも緊急避難しなきゃいけない時にはほとんど置いていかなきゃいけなかったと思うんです。現代の人はですね、いろんなものが大切になってですね、パソコンが大切だとか、テレビが大切だとか、あるいは車が大切だとか、バイクが大切だとか、いろんな大切なものが皆さんにもあるかもしれません。猫ちゃんが大切、ワンちゃんが大切。でも強制的に避難しなきゃいけない時には、時に愛するペットでさえも置いていかなきゃいけないという苦渋の選択が迫られることがあります。一匹ぐらいだったらいいですけど、何匹も飼っている人はですね、全員連れていけないよっていうことになります。本当にその時にどうするのかということも今考えておく必要があるかもしれません。やがて台湾有事が起こってしまう可能性があります。台湾に中国が攻め込んでくる、ウクライナにロシアが攻め込んできたように、中国が台湾に攻撃しかけてきたら、アメリカと一緒になっている日本にも火の粉が降ってくるでしょう。あるいはトルコ・シリアの大地震、オリーブ畑がですね、300メートル近く谷ができちゃったとかですね、もう建物で言うと建物がペシャンペシャンペシャンとなってしまって、ものすごい阪神・淡路大震災を超えるような、東日本大震災を超えるような揺れが立て続けに起こって、しかも
耐震構造がない建物の中で生き埋めになってしまったような人がたくさんいらっしゃいます。チェルノブイリ、昔その言葉で言われていましたが、あの原子力発電所が爆発してしまって、そこも強制退去になりました。離散しました。生まれたふるさとを遠く離れて、でもそこに残った人は放射能に汚染されて、さまざまな形で次の世代次の世代にさまざまな放射能の病気が今も続いていくことになっております。離散している人たちは本当に苦しい中にいらっしゃる人たちです。神様がいるならどうしてこんな辛いことが起こるの、神様はどこにいらっしゃるんですか、なぜあなたがいらっしゃるならこんな辛いことが起こるんですか、というその状況に置かれている人たちにこの手紙は書かれています。反強制的に仕事を辞めさせられてリストラされた人たち、あるいは反強制的に命からがら別の地に移り住むことを余儀なくされた人たち、その人たちにこの手紙が書かれています。そしてその人たちを私の兄弟たち、本当に神の家族の大切な大切な一人一人として、ヤコブは心を痛めながら、でもその人たちに祈りながら、なんとか励ましの手紙を送りたい、少しでも助けになるような御言葉を語りたい、でこの手紙が書かれています。その内容がまず2節にいきなりこの言葉が出てきます。さまざまな試練に遭う時には、本当に離散している人はもうありとあらゆる試練に直面しているでしょう。まずトイレの問題、トイレないんですよ。一時的に避難したらものすごい人がいっぱいそこに避難の場所に集まりますからね。トイレの問題が一番深刻になります。水も使えないとか、ボットントイレのようなですね、あの昔ながらのその穴掘ってそこに落とすとかっていうそのことになるかもしれませんし、プライベートの空間がほとんどなくなると思います。本当にもういろんなことでもう距離が保てない、もうすし詰め状態の中でみんなでその苦しみを乗り越えていかなきゃいけない。水、食料、その日食べるものどうするのか、そして怪我をした人、薬や手当てどうしたらいいのか、頭痛くなっちゃった、具合が悪い、その時にお医者さんも連れていけない、薬もない、そういうさまざまな試練です。コロナの中で多くの人がそのような状態になっていたかもしれません。救急車に電話しても来てくれない、救急車来てもたらい回しというか、何件も何件もその受け入れ先をお願いしてもどこにも病院が受け入れてもらえないから、自宅待機、自宅療養、隔離もできない、そういうさまざまな試練に遭っている私たちに対してこの手紙が書かれています。さまざまな試練、本当につらい、あの何気ない日常生活が嘘のような、ある日突然日常生活が切れちゃった、非日常生活がずっと続いている、その状況であります。さまざまな試練に遭うときは何が書かれているでしょうか。いつでも、いつでもと言われています。その身を寄せた外国の地で、言葉も通じない、文化も通じない、食べるものも生活習慣も全部違う、そういう中でいつでもと言われています。しかしその後の言葉はですね、っていう言葉が続くんですよ。この上もない喜びと思いなさいって書かれてるんですよ。っていう、聖書は時々ですね、私たちの常識とは全く想定外のメッセージを語ります。さまざまな試練に遭うとき、なんで私だけがこんな大変な目に遭わなきゃいけないんでしょうか、神様、あなたはどこにいらっしゃるんですか、というときには、いつでもそれを、その一つ一つの大変なことをこの上もない喜びと思いなさいと書かれてあります。これは本当に信仰を持ってなければ絶対できないと思います。いや、信仰を持っていたとしてもそんな簡単にすぐにはできないと思います。この本の中に書かれている
内容を少しご紹介していきたいと思いますが、今日の、ところですね、64個目の言葉、古い訳ではそれをすべて喜びと数えなさいとなっています。この上のもない喜びと思いなさいというところは、それをすべて喜びと数えなさいとなっています。数を数えるまたは考慮するという言葉は、ギリシャ語で物事をよくよく考える、物事を心で熟考する、物事を違った視点から考察するという意味です。もう頭の整理も気持ちの整理もできないけれども、とにかく今何が起こっているんだろうか、今私が置かれているのはどういう状況なんだろうか、なぜこんなことになっているんだろうか、今何が残されているんだろうか、そのことを心の中でよく考えてみる、その一つ一つのことを違った視点から見てみる、それはなかなか難しいと思います。本当に切羽詰まっている時にはもう頭がパニックになってですね、違った視点から見れないでしょう、距離を置くことも。でも全ての実情と環境を比較検討した上で物事について決断を下すという意味だそうです。信仰者が予想外の破綻や困難に遭遇するとき、当初の感情や反応は痛々しいものでしょうが、私たちには神から賜る資産があり、神の助けがあり、まるで自分で問題を熟考し対処するように心を解決へと導く、助け導く神の誠があります。その際、未信者とは全く異なる問題解決にたどり着くことになります。一人の方のエピソードが記されていますが、妻が彼女の母親ヒルヤのことを話してくれたことがありました。奥さんがお母さんのことを話してくれたんです。ヒルヤは主を愛した素晴らしいフィンランド系アメリカ人でした。ある時彼女は恐ろしい知らせを受けました。すごい怖いことを、バッドニュースを聞いたんですね、悪い知らせ。それはお腹を強く殴られたような衝撃でした。しかし奥さんの記憶によると、お母さんはその時エプロンを外して家を外に出て行って、近所の野原や小道を何時間も何時間もうろうろと歩き続け、歩きながら祈りながら事態をよく考え祈り、そして主に委ねていったそうです。しばらくした後、家に帰ってきた時お母さんは落ち着いていて、その時の状況にうまく対処できるようになっていたそうであります。もしも主の眼差しで今起こっていることを見ることができたとすれば、気持ちの感情の受け止め方が全然違ってくるかと思います。全てのことの背後に神様がおられる、この大変なことの中にも神様が働いてくださっている、神様は全てのことを働かせて益としてくださる、やがて全てのこの辛いことがプラスに変えられるのだ、無駄なことが一つもない、最悪に思えることを一番良いことに変えてくださる、その神様のことを知っている者はそれを全て喜びとすることができると言われていきます。フィリップス訳、現代英語聖書の訳はこのように訳されているそうです。兄弟たち、あらゆる試練や誘惑があなたの人生に押し寄せるとき、もう次から次へと大変なことが押し寄せるとき、それらを邪魔者として腹を立ててはいけません。そうではなく、友として歓迎しなさい。それらはあなたの信仰を試し、あなたの中に忍耐という特質を生み出すためだということを覚えましょう。実にヤコブの手紙はですね、そんな簡単に状況が変わらないという大変厳しい人が、じゃあどうやって神様を信じていったらいいのかということが書かれていきます。まずそこで信仰が試されているということが言われます。続く来週見たいところですが、ちょっと先取りして今日からのところはですね、2節、3節、4節、5節とこの一つ一つ続いていきます。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。
あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。実に想定外のいろんな大変なことが起こるというのは、私たちの信仰がテストされている時なのです。そしてその時に忍耐が生まれるというのです。そしてその忍耐を完全に働かせなさい。神様は全てのことを働かせて生きとしてくださる。神様は無駄なことをなさらない。まず神様がその全てを味わってくださり、そして大変で辛いけれども、それでも私たちのためになると判断した苦しみだけが私たちのもとに許されて起こった。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなりますと言われています。信仰の大人といいましょうか、信仰が本当に成熟してイエス様の御丈にまで成長したような、そういうものに神様が引き上げてくださると言われています。そして5節も読んでみましょう。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ここで言われている知恵というのは、この大変な状況をどう受け止めたらいいかわからないというその状態だと思います。それが知恵が欠けている状態だと思います。神様、これがこんな大変なことが起こってしまいました、なんでこんなことが起こったのかわかりませんという理解不能な時には、神様、私に知恵を与えてください、この状況をどう受け止めたらいいのかわかりませんから助けてください、あなたはこの状況をどういうふうにご覧になってますか、あなたの眼差しで私自身もこの環境を見ることができるように助けてください、あなたの知恵を与えてくださいと切に求めなさいと言われています。そうすれば与えられますと記されています。いろんな大変なことがありますけれども、一つ言えることがあるとすれば、何もない時にはお一人様で十分生活できていたかもしれません。でも大変なことが起こると一人では生きていけなくなると思うんです。誰かに助けていただきながら、誰かを助けたりしながら一緒に生きていかないと生きていけない状況に強制的に置かれてしまう。それがこの遺産の大変な苦しみ、あるいはさまざまな試練と言われているようなことではないかと思います。でもその時にお互いに助け合って支え合っていく、生きていくことができる本来の人間らしい生活がそこに生まれてくると思うんです。そしてイエス様が願っていることは、神様を愛することプラス隣人を愛することです。神の御心というのは神様を愛することと隣人を愛するということにつきます。主の祈りでも十戒でもそのことが言われています。まず心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、知性を尽くして、あなたの神である主を愛すること、そしてあなたと同じようにあなたの隣人を愛すること、この二つこそが神が願っている御心であります。でも何もない時にはプライベートな空間にこもってしまったりして、自分の好きなことだけやったりとか、そういうことができてしまうことがあると思うんですよね。でもいざ地震が起こったとか戦争が起こったりしていくときには、そのプライベートな空間に隠れていることができなくなるわけです。一緒に逃げなきゃいけない、一緒に助け合いなきゃいけない。震災の時もそうだったと思います。とにかく一緒に助け合わないと生きていけない。でもそこでこそ本当に人間らしい生き方ができるのではないでしょうか。何もないところでただなんとなくずっと生きていても本当の喜びはないと思うんです。神様があえて辛いことですけれども、あえて時に地震が起こることをお許しになる、あえて時に戦争が起こることをお許しになる。でもそのような時にはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。神様がその全てを働かして
良いことのための明るいとしてくださる、あなたの信仰がキリストの御丈にまで成熟した、本当にその歩みへと導かれる、そのことを一緒に学んでいけたらと思います。ヤコブの手紙1章2節の御言葉でいます。もう1年経ってしまいましたが、ウクライナの地のそこから逃れている人たち、また今シリア、そしてトルコの大地震もありますし、もうすぐ 3.11 も近づいていますし、いろんなことがそのまま忘れ去られているように続けていろんなことが起こっておりますが、そんな中で、お一人お一人に神様の祝福と守りと導きが豊かにあるようにと、これを祈っていけたらと思います。神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように、あなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ、喜びあふれるように私は祈ります。 God bless you, God bless you.調子の方に流れていくようにしたわけなんですけども、昔の利根川が教会の前にある道路がですね、かつての利根川の土手だったと言われています。そこから向こうは全部数キロ先のまで水がですね、川が流れていたようでありますけども、今はかなり干からびてしまっていますが、でもそれでも川が流れております。フリトネ川、とても散歩するのに良いところですので、ジョギングとかウォーキングとかもしていただくと気持ちが良いかと思います。特に 春に向かってですね、今梅が咲き始めたり、それから桜も咲いていきますので、よろしくお願いいたします。杉戸高校 JA 町の役場がある通り旧日光街道になっております。ここから日光まで、大名行列とかいろんな人たちが、
こう宿場町であったようですけれども、ここで一泊しながら旅をしていたということが、歴史的な町です。ぜひ遊びに来てください。以上で福井キッスを待っていきたいと思いますが、来てくださり、また見てください、来て聞いてくださってありがとうございました。皆さんの身に神様の祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします。またお会いしましょう。 God bless you.